どうも。今日からフィリピンセブリュー初日で、空港に着くとですね、いいですね、なんかワクワクします。で、僕のフライトは3時半なんですけど、まあ、ここに向かうバスの関係で今昼の1時12分すでに空港にいます。で、さっきちょっと確認するともうチェックインはできるみたいなんで、まずはチェックインして、余った時間はちょっとお土産買ったりとか、あとは、まあ、プライオリティパスを持ってるんで、ラウンジで時間を過ごそうかなと思います。いやー、なんか緊張しますね。じゃあ行ってきます。Like an island in the sky. In order not to disturb its calculated orbital chart, we lined up 2,000 feet parallel to it. びっくりしちゃったのが、まあ、今回初めてフィリピンエアラインを使うんですけど、後ろに見えてるなんだ、すごいキャピキャピの女子とか親子連れとか、まあ、普通の人が多いっていう。今までずっとセブパシフィックで、今フィリピンに多分これが4回目5回目くらいなんですけど、セブパシフィックっていう、まあ、安いチケットの LCC で行ったんですね。じゃあ大体6割7割くらいがフィリピン人、日本に多分住んでるだろうフィリピン人と、なんかちょっといかがわしい感じの人たちが多かったんですけど、今回はねもう本当にね普通の人が多かった。まあ使ったエアラインがいいっていうのって、やっぱりそれだけ人が変わってきたのかもしれないですね。フィリピンに興味を持つ、めっちゃいいとこだし。してるんだけど、本当に気分屋で
行の換金所が 3.02 だったかな。でこっちが 3.35 なんで、やっぱりこっちでお金は買えた方が安い、いいレートで買えれます。まあ、外に出てみましょう。声かけてくる人にいい人はいないんで、もうとりあえず全部それは振り切ってスロープ上がって外に出ると普通にタクシー乗り場があります。そこまで行けばタクシーを拾えるはず。でも忘れてた、フィリピンはやっぱり超暑い、超暑いっていうか超湿気てる。あった、ここですね。ということでね、今セブの街を無事タクシーに乗って学校に向かってます。街の様子はそんな急には変わらないのと、相変わらず渋滞がひどくて暑いです。ずっと寒い日本で過ごしてたんで暑いっていうのを忘れてました。まあ到着編はこんな感じで、じゃあまた明日。